いい感じの晴れになっちゃいましたね。これは予報通りなんでしょうか。頭がぼーっとする中、格屋根にとりあえず向かいます。はい、格屋根に行く前にこちらマイカー、はい、マイカーとカッターを丸屋根から持っていきます。はい、格屋根到着ですね。こちらのマイカーとカッターを使ってですね、これをぐるぐる巻きに持ち運べるようにしたいと思います。レッツゴー。はい、すべてですね、ぐるぐる巻きし終えましたんで、こちらはですね、軽トラックの荷台に乗せてですね、ある場所へドナドナしたいと思います。はい、軽トラ荷台に乗せましたね、ある場所。どちらだと思います？すごい綺麗な雲ですね。あー、綺麗な雲。はい、正解ですね、丸屋根ですね。こちらの丸屋根の資材置き場にですね、仮置きしておきます。はい、間違いないです。ただちょっと雨漏りするんですけど、それが気になりますけど。はい、一屋根は一屋根分3段積みですね。はい、3箇所置きましたんで、今度はバイオケースと SC を積み替えていきます。ちょっと色は淡いですが、花がでかくていいですね。太い実がなりそうです。バイオケースと SC 積み込みましたんで、丸屋根に持ってきます。夕日が綺麗ですねってことでですね、格屋根戻ってきたんですけど、格屋根もこの3屋根あるうちの一つをまた例のごとく緑肥ゾーンにするんですが、これ加温しますんで、ハウスいろいろ今考えて、どのゾーンを緑肥ゾーンにしようか考えてますね。それによって持ってきたバイオケース SC をどこに置くかってちょっと今悩んでたんですよね。トゥルルルピシッ2号です。本日もお疲れ様でした。
あと20分30分ぐらいで定刻になりますんで、はい、いろいろちょっと悩んでます。ダクトの数とかもこっちが一番寒いんで多いんですよね。ダクト引いて緑皮ゾーンっていうのも、気をつけてお帰りになってください。はい、散歩される方は早めに反射材をつけてください。ライトも車の方はライトをつけてください。はい、ということで最初はピーヨピーヨじゃんけんパー、じゃあ、とりあえずこの直感邪魔ですので、ちょっと資材置き場に退避したいと思います。はい、とりあえず中央付近ですね、泥流地ここに30体固めましたね。で鉄管出して、今思ったのはあっちですね、一番寒い北側に緑皮ゾーンですね、遮光ネットをするかどうかちょっとまだ要検討なんですが、あとはダクトはちょっと上に上げちゃうんでしょうね。上にちょっと紐で吊るしちゃって上を這わせるような感じにして、それでちょっと様子見たいかなっていうところはありますね。はい、もうぼちぼち定刻ですんで撤収したいと思います。いや、めっちゃくちゃ綺麗ですね。何度もこんな動画ばっかり撮って申し訳ないですけど、すごい。なんかいるかい、ピューちゃん。なんかいるかい、ピューちゃん。なんかいるかい。なんかいるかい、ピューちゃん。はい、ピューちゃん。今日はお疲れ様でしたね、ピューちゃん。元気してた、ピューちゃん。元気してましたか、ピューちゃん。ピューちゃん、こっち、おや、おや。はい、じゃあまた。